それでは RNA 鑑賞っていうのは端的に言うと RNA による配列特異的な遺伝子発現抑制機構 RNA による遺伝子発現を抑制する仕組みです教科書ではタンパク質が遺伝子の転写翻訳遺伝子の発現を抑制するみたいな仕組みを勉強したけどもタンパク質ってアミノ酸の鎖ですよね アミノ酸の配列がこう巧妙に設計されていて、でタンパク質、ね、うまく DNA に結合して、ね、DNA っていうのはヌクレオチドの鎖だから、アミノ酸の鎖がヌクレオチドの鎖にうまく巧妙に結合して、遺伝子発現を調整している、そんなことが可能なんだったら、それって、その遺伝子発現の調節って、DNA と同じ、核酸の仲間の RNA にはできないんだろうか。 実際、RNA による遺伝子発現の抑制、そんな現象が発見されています。それが RNA 干渉です。では、具体的に RNA 干渉の仕組み見ていきましょう。まずは RNA が転写されます。ね、できた RNA ね、ちょっと自分同士ここで結合してて、RNA って1本差だけど、これ自分,の自分が持ってる塩基同士結合して、自分の中で塩基つい作れるんで、こんな風に。 変な構造になります。これヘアピン構造っていうけど、ちょっと変な構造になります。自分の塩基同士、ここで結合が起きてます。次に、ダイサーという酵素がこの RNA を切断します。切られた RNA は、アルゴノートっていうタンパク質とくっついて、リスクというものができます。この時に、2つ、ね、あの2本あった RNA の一方が捨てられます。 これがアルゴノートっていうタンパク質です。で、ダイサーっていう酵素が、この RNA を切るんで、短い RNA の鎖が1本、2本できることになります。1本、2本の短い RNA ができて、で、アルゴノートはその短い RNA とくっつきます。で、くっついたものを、まあ、アルゴノートだけではないんだけど、まあ、アルゴノートと、まあ、他のね、いくつかのタンパク質と RNA がくっついた。 この複合2本あった、ね、1本2本の2本あったうちの1本の短い RNA は捨てられちゃいますそしてこのリスクが標的となるメッセンジャー RNA に結合してこの標的となるメッセンジャー RNA にこのリスクが結合してこの標的となるメッセンジャー RNA を分解に導きますこのようにリスクは強力に翻訳を阻害します この短い RNA さ、この短い RNA は標的となるメッセンジャー RNA までの案内役、ガイド役として働いていると考えられています。では次にクリスパー系について。クリスパー系っていうのは端的に言うと細菌や個細菌が持つ免疫の仕組みです。免疫系です。かなり未解明な部分が多いです。さっきの RNA 干渉もかなり未解明な部分。 RNA 干渉も多い植物と動物で全然違うしまあいろんな生物種ごとに RNA 干渉の仕組みって少しずつその使われ方が違うんだけどこのクリッパー系もま,まだまだ分かってないことがたくさんあります実は我々人だけではなくて細菌にとってもウイルスっていうのは非常に危険なやつですウイルスはまあ、いろんなウイルスがいるけど例えばウイルスは自分の持ってる DNA を無理やり注入して細胞を乗っ取ろうとしてきます 実はここのところの仕組みがまだ未解明なんだけど、最近はウイルスが注入したこの DNA、ウイルスの DNA を短く切って、その配列を自分のゲノムの中に組み込んでおくことが知られています。ちょっとね、一度聞いただけじゃ、ちょっと信じがたいことですよね、ウイルスの DNA 由来の配列をしまっておくなんか、まあ、信じがたいことだけど、まあ、そんなことが起きてるらしいと考えられています。 これウイルスとか外からやってきた DNA に由来する塩基配列が、このクリスパー剤っていう特定の領域に組み込まれています。もちろん、ついさっきやってきたウイルスのものだけではなくて、過去にやってきたウイルスの配列も、このクリスパー剤に記録されているんで、この領域、クリスパー剤っていう領域には、過去の感染が記録されていることになります。 そしてまたたた同じウイルスが来た時のために備えるんですねこの敵の情報を自分の中に記録しておくっていうこの原理この仕組みはまるで我々が持つ獲得免疫の仕組みにそっくりですここから先の仕組みはさっきの RNA 干渉とそっくりですこのクリスパー剤から転写によって長い RNA が生じます でその長い RNA は短く切られて短い RNA はキャスタンパクっていうタンパク質と結合しますそしてこの短い RNA の鎖とキャスタンパクの複合体がウイルスの DNA に結合してそれを切断してしまいますこのようにしてウイルスから身を守ったわけですね1回目の感染の時にそのウイルスの DNA の配列情報をここに保管しておく。そしてその保管した情報を使って2回目同じウイルスがやってきたらそのウイルスの DNA を素早く切断してしまう。こんなふうにウイルスの DNA から自分を守ったわけですね。まさに獲得免疫の仕組みです。で、最後にこの仕組みを利用して今 どんなことが行われているかっていうと、例えば、この短い RNA の鎖を我々が設計して、好きなところで DNA を切断することができるようになっている。で、これはもっと発展だけど、このタンパク質を少しいじって、まず DNA を切断できないようにさせてしまう。DNA を切断できないようにさせてしまう。だけど、この短い RNA 差は決まっている。 DNA のの配列までこの複合体を導くガイド役として導く、で、導かれたところで、ここにリプレッサーとか転写活性化因子をこのタンパク質に融合させておけば、決まった配列にこれが結合して、決まった配列までこれが導かれて、そこで遺伝子のオンオフを強力に調整できる、こんな実験手法も開発されています。 ではご清聴ありがとうございました。今回は発展内容ですごく難しい話だったけど、まあ、これを機会に資料集もう一回見て、ね、資料集の内容を復習してみてください。